佐賀県中学校駅伝競争大会に出場した桃源商社中央校男女駅伝部を代表し、峯川七香市長と長島正一郎市長が11月30日に市役所を訪れ、横尾市長や田原教育長に結果を報告されました。11月6日に開催された県中学校駅伝競争大会で女子チームは初優勝を成し遂げ、九州大会へ出場。いろんな方たちの思いを背負って一人一人が自己ベストを出して走れるようにするので応援よろしくお願いします。大会の1ヶ月前にエースが負傷し、エース抜きで大会に出場した男子チームは惜しくも4位。九州大会に出ることはできなかったけど、チームで頑張れたので良かったです。2人は大会の結果報告や九州大会出場に向けて意気込みを話され、市長や教育長は激励の言葉を送りました。素晴らしい快走を見せてくださったことは、市民の皆さんにとってもとっても素敵なニュースだったし、我々にとっても大きな励ましです。佐賀市民どころか佐賀県民みんな応援しています。どうぞその思いは力に変えて頑張ってください。エースが怪我したのが大会の1ヶ月前で、私たちに走るメンバーに九州大会に行って頭を下げてきて、それでみんな気持ちに火がついて、より一層頑張ろうという気持ちになりました。九州大会に出たくてとても悔しかったけど、みんなのために最後まで走れたから悔いはないです。ずっときつい練習を優勝するためにやってきたので、最後の子がゴールした瞬間は涙が出そうなぐらい嬉しかったです。九州大会ではいろんな人たちの思いを背負って、一人一人が自己ベストを出せるように全力で走りたいと思います。全国大会は新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、12月5日に熊本県で九州大会が開催され、女子チームは15位だったとのことです。